第二代スタンホープ伯爵、フィリップ・スタンホープは、グレート・ブリテン王国の貴族。1718年から1721年まで、マ魔音死者の儀礼称号を使用した。第二代スタンホープ伯爵の叔母メアリー・フェーンが、第二代スタンホープ伯爵の出生について綴った、手紙ジェームズ・スタンホープとルーシー・ピットの長男として1714年8月15日に生まれ、 1721年2月5日に、父が死去すると、スタンホープ伯爵の爵位を継承した。ユトレヒトとジュネーブで教育を受けた。1735年11月6日、王立教会フェローに選出された。スタンホープ伯爵子供の頃から数学に興味を持っていたが、上流階級にふさわしくないとして止められ、20歳になって後見人の首気を脱して、 ようやく数学に集中できた。スタンホープ伯爵は結局数学についての著作を出版することはなかったが代わりに数学者のパトロンになり代わりに王立協会秘書ジョンカントンと共に非公式のド読ネットワークを設立、ネットワークを通じてトーマス・ベイズと友人関係になった。1745年7月25日、グリゼル・ハミルトンと結婚。 二男を設けた。1786年3月7日に死去、次男チャールズが、スタンホープ伯爵の爵位を継承した。ありがとうございます。